鈴木ちょいのりは鈴木が2003年2月11日に発売した原付きスクーターである。なお2007年8月末以降、日本国内での生産は行われていない。コンセプトはちょいのり。通勤通学の交通手段として、目的を近距離の移動だけに絞り、軽量簡素化したほか、国内生産でどこまで安くできるかが課題になっており。 各部品のコンパクト化や新開発エンジン、新設計フレームの採用、樹脂部品の集約などにより従来車との比較で約4割の軽量化を実現したほか、部品点数を約3割削減、ボルトナット類の締め付け箇所を約5割削減するなど設計、生産段階での合理化を追求した。その結果、サイレン化モデルで59,800円という同時期の中国製、 原付きスクーターを下回る新車価格を実現した。エンジンは 49cc2PS5500rpm で飛沫潤滑方式の4サイクルオフを採用している。実態は開発コスト節減と生産上のスケールメリットを考慮し既存の汎用動力用エンジンをベースに転用したもので要求性能の水準から低出力で割り切った産物である。 簡素化のためリアサスペンションはなく、一般の自転車や戦前の古典オートバイ同様、車軸がフレームに近づけされている。したがってエンジンはフレーム側に固定搭載となり、一般スクーターのようなエンジンとミッションケースによる、いわゆるユニットスイング構造は持たない。全照灯はロービーム専用、サイレンカモデルはキックスターとのみ搭載、チョークは手動、 燃料系や警告等もなく燃料切れには燃料コックのリザーブポジションで対応したレフ。企画段階での市場調査において原付きユーザーの平均的な1回の移動距離が 2km に満たないことが判明したことが企画の出発点になっている。既存の 50cc スクーターから装備を削ぎ落として行くのではなく必要最低限のものだけを積み重ねていくことが 開発思想であった。後にカスタム仕様のチョイノリ SS が追加発売された。このチョイノリ SS は主にフロント周りの外装を変更することでスポーティな外観に仕上げられている。初期型はカムシャフトの材質やキックペダルの構造が適切でなくこれに起因する故障が相次いだが2004年が対抗では改善されている。2005年には 台湾の現地法人である大林工業でも生産と販売が開始され、2006年に台湾限定でキティちゃん仕様が発売された。吹きプランニングのモペットを除くと、日本メーカーのオートバイとしては最低のスペックである。そのため、オートバイ雑誌、電子掲示板などでは一種のお楽しみ企画として、ちょい乗りによる遠距離ツーリングがしばしば話題に上がった。 2007年7月までの生産台数は10万台を突破したが簡易なエンジン構造から自動車排出ガス規制の強化には対応できず同年8月末をもって日本での生産・販売は終了となった。ありがとうございます。